準決勝進出でございます。対します、白大阪府代表石塚選手でございます。さあ試合が始まりました。場内では今石塚選手の今大会の成績を紹介しておりますが、試合開始、準決勝もやはり5分です。右の赤が西川、飛び込んだのは石塚。やはり1回戦とかあるいは準決勝とかを問わず先手を取るということが大事なんでしょうね。そうでございますね。はい、かなり精神的にもほぐれてきておりますから、はい、技も多彩な技が出るんではないかと思います。はい、手前背中が西川、向こう側大阪の石塚。下から剣を回してうまく小手を狙っていくか西川。混ざり合い、大きく気合をかけます西川。今のところ技は西川の方から出ているようです ね。得意の小手を何回か出しておりますけども、はい、決まっておりませんですね。こちらが大阪の石塚、石塚面小手から面といった西川。両者やはりここはある程度と西川飛び込む、慎重に試合をしているという感じがありますね。そうですね。ただ西川君の場合には小手を打った後、ちょっと居つくようなことがあると怖いと思いますけども。あーはーはー、西川小手からまた面へ。これが西川の一つのパターンですね。そうですね。もう一回、お互いに知り尽くした相手でございますから、なかなか技は決まりません。試合時間5分ですが、今3分をちょっと過ぎました。お互いにこうして離れて、いわゆる一足一刀の間合いを取ります。左の足を少しテープが見えていますが、西川痛めています。ここで主審の新岡さんのやめの声、再び開始です。手元の時計では3分45秒、残りは1分15。やめの声で一旦時計が止まりまして、それからまた初めて動き出しますが、場内の時計でもおそらくあと1分ぐらいになるかと思います。まだお互いにこれという技が出ていません。岡さん、石塚の方からあまりこう仕掛けていかないように思いますが。そうですね、石塚君は今西川君の竹刀の触るところを突くという技が2本ほど出ております。小手を打っていくところを擦り上げて面を打つと、こういうのが今の技出ている技の主体だと思いますけど、あと30秒ほどで5分になります。5分で勝負が決まらないときには3分延長があります。その延長は2回まで許されます。
全日本剣道の準決勝の最初の試合、東京の西川対大阪の石塚の面で一本、はい、石塚選手がちょうど竹刀を巻くようにして払いまして面を打ちましたですね、はい、そしてここで時間オフになりまして、石塚の一本勝ち、東京の西川敗れました。大阪の石塚が勝ちました。初めての決勝進出であります。時間切れ寸前、5分の制限時間にあと10秒ほどしか残していませんでしたが、今の進出もう一回マークしなよ、外から巻きまして面に出ましたですね、はい、裏から巻いてで面でございますね、はい、これはまあ一つのその西川の下から巻いていく、その小手を狙っていくのと、石塚がその出るところをどうというふうにずっと見ておりましたが、最後に